夫が後ろからハグしてきました。ちょっとまだ玄関よ。でも靴を脱ぐ間もなく強く抱きしめてきます。ドアの外から聞かれるかも。でもいつの間にか私も我慢ができなくなりました。私は夏美と言います。64歳になります。このチャンネルを見ている皆さんは、いわゆる男女の恋はどうされてますか？私の同い年の主婦仲間は、夫婦シングル問わずですが、現役で楽しんでいるという友人は稀で、全くご無沙汰という友人がほとんどです。というか、60過ぎたらそんな欲求もなくなるのが普通よ、と。中には、今更考えただけでも気持ち悪い、という人もいます。実は私も半年前まではそうでした。夫とは50代に差し掛かる頃からスキンシップはおろか手さえ握らない関係でしたから。でも今は新婚のように、いえ新婚の時よりももっと、こんなこと言っていいのかお恥ずかしい気もしますが、甘い夜を過ごしています。なぜそうなったか、それは私たちが仲良くいられるための2人の夜のルールを作ったからなんです。ルールを作ったきっかけは、夫からの久しぶりのお誘いでした。私たちは普通に恋愛で結婚しました。そして、子育てや仕事に追われながら、家庭生活を守り、子供たちも皆独立して、夫婦二人っきりの生活が始まりましたが、正直、持て余しました。なんとなく場が持てないというか、どう過ごしていいかわからなかったからです。それまでは一緒に暮らしていても、子供がいたり仕事を持っていたり、お互いに忙しく動き回っていて、顔をじっくり見たりゆっくり話したりと、そんな夫婦の時間はいつの間にかなくなってました。夫には再雇用の話もあったんですが、勤務地が遠方でもあり断って、近場の物流センターでアルバイトをしています。毎朝10時に出勤して、夕方の3時には帰ってきます。一緒に買い物をしたり、料理を作ったり、それなりの2人での生活リズムを見直してはみたんですが、やはり何か場が持てないんです。ある日の夫の帰宅後、3時では夕飯には早いし、2人でテレビを見ていたんですが、あるドラマを見始めたところ、突然エロティックな場面が出てきて、2人で見てるのが恥ずかしくなった私は、キッチンに立とうとソファーから立ち上がったんです。その時いきなり夫から腕を引かれました。な、いいか。夫が言っている意味は頭で分かっていましたが、とっさにごめんと答えて夫の手から逃げ出しました。あはははは、ごめん。そう言って冗談だよと夫は言いましたが、冗談ではなくお誘いだったのは分かります。友人たちが言うような気持ち悪いとか夫が嫌だったのではありません。頭がパニックになってしまったんです。困ったことに、この一件以来、ますます夫との仲がギクシャクしてきました。普通の会話でさえ話すのに勇気がいります。私は久しぶりにフラダンスのサークルに顔を出してみました。夫が家にいるようになって、参加しづらくて休んでいたんです。サークルは月2回通っています。私よりも年齢の高い方が多く、お茶の時など話題が豊富で楽しいんです。休憩時間になると仲良くしている方が、どうしたの？そう言って声をかけてくれました。彼女は私よりも5歳年上で、上品で優しい物腰の彼女は憧れの女性でもあります。いつになく暗い顔をしていた私を心配しているようでしたが、とても彼女に話せるような内容ではありません。ご主人とは仲良くしてる？突然確信を聞かれて驚きました。夫が家にいることはサークル仲間は知っていますが、今の夫との関係は知る由もないはずです。答えられずにいる私に、とても大切なことよ、と真顔で、しかもきっぱりと笑顔で言うんです。彼女から練習の後でお茶に誘われた私は、さらに驚きの連続でした。ご自身の夫婦の体験を赤裸々に話してくれたんです。それは長い間途絶えていた体の関係を復活させた体験でした。
夫婦二人の時間を持て余していたところ、ご主人から何十年ぶりかで求められ、関係がぎくしゃくしてあわや家庭内別居状態になってしまったそうです。ご主人を愛しているのよね、そう聞かれて、大切な存在です、そう答えた私に彼女は聞きました。女としては肉体的に愛されるのは嫌。私は耳まで赤くなりながら先日の夫とのことを思い出していました。嫌ではなかったんです。ただどうしていいかわからなかっただけ。じゃあもっと愛されて、もっと愛してあげてと彼女は言い、愛され続ける、愛し続けるための夫婦の夜のルールを私に教えてくれました。その夜、私は遅くなったけど定年のお祝い、夫の大好きなワインを用意して乾杯しました。定年祝いなら子供たちと一緒に祝ってもらったよ、そう言いながらも夫は満足そうでした。ワインが回ってほろ酔い気分になった時に、夫の背中に回り肩を揉んであげました。ありがとう、そういった夫の気持ちよさそうなぬくもりは私の手にも伝わってきました。やがて優しく夫の手が私の手を止めました。ドキドキしました。夫の死体が感じられたんです。多分私の死体も夫は感じたと思います。私たちは何十年ぶりかでリビングのソファーの上で体を重ねました。決して若い時のような荒々しさも勢いもないけど、ゆったりとした気持ちよさがずっと続いています。これが彼女が言っていたシニアだからこその味わい深い恍惚の世界なんだと思いました。ことが終わった後もしばらく二人とも互いの体に手を回して、今しがたの興奮に身を任せていました。それから私たちは彼女の言う通り、二人で夜のルールを作りました。一番大切なルールは、したいときできない、したくないのに応じなければならない、それを互いに理解して無理強いしないことです。たとえ夫婦間であっても、夜のお誘いをすることは勇気を必要とするもの、思いやりなく拒絶してしまうことで夫婦関係は壊れてしまうこともあります。ごめんと拒絶した時の夫の顔は悲しそうでした。その気にならなかったら正直に伝えて、嫌ではなくてまた今度があれば安心できます。そしてざっくりとですが、二人で楽しむ日を決めました。その日はまず一緒にお風呂に入ります。香りの良い少しお高い入浴剤を贅沢に使い、お風呂場の照明は消して外からの間接照明です。薄暗い中で後ろからハグされただけで体の奥がジンジンしてきます。もちろんしたい日以外でも突発的にしたくなる時もあります。例えばテレビや映画を見ていたり、何気ないことでもふとあらゆる刺激に敏感になったのか、最近はしたい気持ちになるのが多くなった気がします。そんな時の営みは若い時のように激しくて、ある時なんかは外で目にした外国人カップルに刺激を受けて、家の玄関に入った途端夫が求めてきた時もあります。以前だったらそんなこと恥ずかしくて拒否してたかもしれません。でも今の私は逆に興奮して、そのまま玄関で靴も脱がずに、声が漏れたらご近所に聞かれるかもしれない、そう思うと余計に興奮してくるんです。私たち全く危ない夫婦ですね。でも夫婦だからこそこうやって一緒に楽しむこともできると、二人とも情熱的な欲望に身を任せてます。夫婦の営みは何年経っても伝えづらいものだし、とてもデリケートなことだからこそ、二人だけのルールを決めて、お互いに刺激と安らぎを得ながらいつまでも楽しみたいと思ってます。今ではお互いに男と女として意識し、改めて魅力を感じ始めた気がします。夫のためにメイクや下着にも凝るようになった私に、夫も敏感に感じ取ってくれますし、気持ちだけでなく実際に夫も私も若返った気がします。